字は下から天に昇るか立つのもと、すごいね。これはね、学校の先生に怒られちゃいますからね、こういう会社はね。ただ寅さんは学校を出てないので字の書き順を知らないという映画男はつらいよの山田洋次監督のこだわりでございます。寅さんを演ずるときにファンクラブに試験がある。その時にこういう風に書き順は普通に書いているように見えますけれども、まさに書き順は逆、そして書いてる人もわからない、どういう方か。